そそ、れこそマットさんが、そのなんかあの、曲、なんか昔のリメイクしたいなみたいな感じの話からして、で、このスピッツさんのチェリー、これリメイクしたいんだよねみたいな感じで、あの、サビこうやって歌ってバース作ってくれないみたいな感じで言って、ぜひぜひ作りましょうみたいな感じで作って、で、出して数か月間は何もなかったんですけど。え、そうなんだ。 半年まではいかないかなけど本当に半年近くは本当に何もなくて、うん、TikTok でもまあ動画が20個とかあんみたいな感じだった、うん、うん、だけどなんかある日その事務所の人からバズったって言われたのか誰か買わせちゃったけど、うんうん、TikTok ですごい伸びてるよみたいな感じで見て、はい、なんか1000個ぐらい動画作られてて本当だみたいな<ー>そしたら毎日1000個ずつぐらい増えてて <laughs> <laughs> 気づいたらもっとも毎日2000円とかると <laughs> やばいねすごいことになってていや TikTok やばい、ね、やばいはいってことで今回ゴールデンウォポッドキャスト今回のゲストはピンクスイートや名曲スビッツリミックスなどで TikTok で生なバズってる彼近年盛り上がってるヒップホップの 日本業界に新たな風を吹かせる美声ラッパーシンガーベイビー鍋くんですお願いしますお願いしますやせーありがとうねマジでいやいやいやマジでありがとういや超嬉しいいやこっちもめっちゃ嬉しい本当。とそ前に北海道でやりたかったけどはいはいはい結構いろいろライブともあったけど忙しかったからねでも東京で出入るとやっぱりめっちゃ暑い暑いよねめっちゃ嬉しいいやこれでよかったいやこちらこそアザヤスですいやえで前回北海道どうだった宴さんでねライブしてたよね でライブしてはあ、はあ、今まででやったあのその箱の中で一番大きかったからえそうなんだその日も確か800900ぐらいは入ってたらしくてお<ー>だから超気持ちよくやばいねそうそ特に地方行くとやっぱり盛り上がってくれるしうん、うん、それこそそういうまあ地方の箱とかだと、まあ、やっぱり TikTok とかで流行っている曲、うん だったりとかが流れている感じだから、はい、そうだねだからその自分がピンクセだったりとかチェリーのリメイク、うん、だったりとかをやるとやっぱりすごい盛り上がってくれてやばいねやばいね <laughs> いやそうなんかなんかさやっぱすげえ盛り上がっててさ、うん、なんか俺思うんだけどさやっぱ女の子のファン多いやんそうなのかもしれないね、まあ、ピンクセトとか可愛かわいい歌だよねそ <laughs> そうそう,そうなんかささやっぱさベイビー鍋 でそのちょっっととさ異色だなと思っててすごい個性でいい意味なんだけどさうん、うん、やっぱさ俺もこのポッドキャストさ TikTok でも結構配信してさおかげさまでいろんな人見てもらってるんだけどさやっぱ TikTok のこのバズり方って、うん、なんか音楽業界のちょっと新しいなんかマーケティングっていうか方法なのかな特に海外とかだと特に TikTok をうん TikTok とか SNS 全部含めてどれだけうまく使えるかがやっぱりそのどれだけヒットを作れるかっていうのに関わってくるかな当う、うんそ,ね、それこそチャーリー・プースとかめっちゃ TikTok の使い方に上手でそれこそ前に出した曲「It's Me On Like a Lightswitch」っ、うんうん、あ,あれとかも,もう昔結構前から作ってる段階から超 TikTok でハイプをうまく作ってて、うん、あそうなんだ でなんかそれこそちょっとティーズしてみたりとかスキットっぽくなんか曲作りたいな。カチャおこれ入れよっかみたいな感じなスキットとかを。<ー>でなんかフック作ってみたとかいうのを流してめっちゃバズって早くみんな聴きたいみたいな。そうなんだでどん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 じらして最後の最後でバンって出してみたいな。やば。使い方とかやってるから。<ー>いやうまいなみたいな感じ。確かにね。<laughs> <じ>確かにねえやばえ。ちなみにさ。あの ピンクスイートとか、うん、まあスピチチのチェリーとかそうだけどあれはさやっぱ TikTok を狙って作ってる部分とかあったりはするのなんかピンクスイートがちょうどその自分その時 TikTok とか別に見てなくてだけどちょうどその時、うん、自分がなんか確かミュージカリーから TikTok に入った時ぐらい切り替わった時ぐらいだった気がするんだよねうんうん、うん、そうだよね多分ね 多分まあ自分の頭がそこで止まってたのかもしれないけど、うん、なんかそういう女の子が踊れる系の歌とか作りたいなみたいなはい、はい、かわいい振り付けできるのを作りたいなって思って、えー、それこそピンクスイートはそのライクくん俺がいつもビート、えー、も曲作っている人が初めて送ってくれたビートでめっちゃかわいいなめっちゃいいなって思って作って、えー、結構ずっと部屋にこもって。 でこ,こ,こういう感じの歌詞にしたら振り付けできるかなみたいな<ー>でも自分ダンスできないから別に振り付けは考えられなかったんだけどそれで曲作って出して、まあ、曲自体はまあまあ伸びたけど、うん、TikTok での伸びは全然なくてけどそこで勝利君勝利ウィンボーイと,はい、はい、と出会って勝利君それこそすごいあの歌だけじゃなくて、うん、TikTok でダンスとかもいろいろ作ったり振り付けやったりとかして,てうん、うん、で あのピンクスイートの振り付け考えたみたいなえ<っ>あそうだったんだ乗っけてあげるよっつって乗っけとくわっつって乗っけてくれてはいもうその日からめっちゃダーッてバズった感じそういう感じだったんだえその勝利ウィンボーイくんとはもともとそれをこの曲あるんだけど作ってとか言ったわけじゃなくて向こうが作ったんだよねみたいな感じ言ってたそうなんか自分そ,のそれこそ今大学行ってるんだけどあそうかで大学でそのなんか 各専門家の人に何かの専門家例えば髪切る人だったら美容,、うん、美,容あ美容の人だったりとか、まあ、メイクアップアーティストだったりとか、まあ、いろんな専門家の人、はい、医者だったら、まあ、あの医療関係だったら何々の医者とか、はい、そういう人にインタビューをするみたいなやつがあって、はい、課題みたいな、うん、で僕はその勝利、まあ、君って歌もやっているしダンスもやっているし、うん、モデルとかもやっているしうん、うん、いろんなインフルエンサー なな人だなって思ったから自分はインフルエンサーっていうカテゴリーで初代にインタビューしてで,でその時ちょうどちょっとあのやっと仲良くなれて一緒に曲も作ろうみたいな話をしてたからインタビューしていく中で話しててで そういえばそうなんねピンクスイートって曲あるじゃんみたいな俺あれ振り付け考えちゃってみたいな感じからへえー、そうなんだ<請>やばいね <laughs> そっかそっかそっか <laughs> やばい、ね、そういう感じだったんでねううまあ運命的な出会いっていうのもあるねそそういうんや、ね、やばいやばいい、ね、かそうか え、ちなみにさなんかさやっぱこのピンクスイートとかがガーンってヒットして、まあ、YouTube もすごい再生回数いってさ、うん、その後さスピッツがまたもうバカがりしてるやん、うん、それの方がもう最近でしょだってもっとそうですね、うん、あれはマットキャブさんと作ってるんだよねそうですねあれマットさんと一緒に作って、はい、それこそマットさんがそのなんかあの曲なんか昔のリメイクしたいなみたいな感じの話からしてうん、うん でこのスピッツさんのチェリー、はい、これリメイクしたいんだよねみたいな感じで、はい、あのサビこうやって歌ってバース作ってくれないみたいな感じで言って<ー>ぜひぜひ作りましょうみたいな感じで作って<ー>で出して数か月間は何もなかったんですけどえそうなんだそう半年まではいかないかなけど本当に半年近くは本当に何もなくて、えー、TikTok でもまあ動画が20個とかああそうなんだみたいな感じだったんだけど なんかある日、その事務所の人からバズったって言われたのか誰か買わせちゃったけど、うん、TikTok ですごい伸びてるよみたいな感じで見て、うん、なんか1000個ぐらい動画作られて本当だみたいな<ー>そしたら毎日1000個ずつぐらい増えてて <laughs> <laughs> 気づいたらもっともう毎日2000円とかすごいことになってていや TikTok やばいみたいな。とさないよね、あれでえでもどうだったこのさ毎日のように1000個2000個ってさ 動画作られるわいやなんかできるだけそのめっちゃ嬉しいから、はい、もう全部こうやって見ようと頑張ってそれこそタグ付けとかしてくれた人の動画とかは全部いいねしてうん、うん、でぜあのなんかあのいいね欄みたいなのを、はい、あの他人から見えないようにする,するか見れるようにするかみたいな設定がであるね。うん で、あえてそれを見えるようにしてだからタグ付けしてくれたらあ<ー>まあ、みんな気づいてるのか知らないけどはあ、はあ、<laughs> それでこうやっていいねしてったりとかそのこそ音源の動画をこうやってひたすらこうやって見てってはあ、はあ、こうやって作ってくれてう、えーん見たけどもう見切れない <laughs> まあそうだよね <laughs> あの量出たらもうね、はい、無理だよね <laughs>、うん、そうなんだえー、そっかまあそういう地道の努力もして、うん、いやでも自分はそれこそ その SNS の使い方がそこまで上手な人間ではないから、うん、その自分が何か出してから努力しているわけではなく本当にみんながやってくれている感じでそうなんだ <laughs> そうかそうか、えー、でもなんかそれもいいな,なこのハンブルな姿勢がなんか俺めっちゃいいなと思う話してもそうだけどなんかすごい腰が低いっていうかさあ<ー>そうそうなんかすごい very likable person って感じ <Thank you. S 2> そうそうそうだからなんかそれはねなんかすごいね <laughs> いいなーって思ってたんでね。えー、やばいね、そうなんだ。<laughs> うわ、それちょっとでもなんか、やばいよね。TikTok やばくないなんか、やばいバズり方がえぐいよね。うん、えぐいね。なんか<う>、まあ、TikTok とかそれこそ結構人によるけど、はい、その、まあなんか TikTok 嫌いな人もいるし、うん、まあいるよね、なんかね。好きな人もいるし。うんうん、まあでも、結局、多分今後はそれが。 どれだけうまくく使えててるかみたいな、うんまあ、SNS の一つとしてそうだ、ね、インスタをどれぐらいうまく使えるかによってとかツイ、はい、ッターをどれぐらいうまく使えるかによってと同じで TikTok がどれだけうまく使えるかによってみたいな、ね、確かにに確かに時代だと思います俺もそう思うな確かにねいやでもなんかその俺がこの TikTok で配信するって決めた、まあ、大きな部分でもあったんだけど、うん、俺の彼女のメイクがいて はいイは子い、はい、の子がまだ14歳とかなのかな、うん、なんだけどあのもうインスタグラム使ってないみたいなインスタグラムのアカウントないけど<ー> TikTok のアカウントはもうめっちゃ持ってるみたいな友達みんな TikTok 持ってるけどインスタグラム持ってないみたいな話を聞いて<ー>あそういう時代なんだみたいなそんな時代そう,そうそうやばくない <laughs> 俺,から俺らからしたらさインスタグラムが一番なんかさイケてるね, <S, ね <S, S っていうかさんかそういうふうに。 来ているからさん<ー>なんか今はこう若い子たちは TikTok でもしかもこれから多分来ると思うしん<ー>なんかやっぱこのプラットフォームのやっぱあここまでさその何ていうのやっぱ YouTube とかさインスタグラムってさある程度さもう数字稼いでる人たちがさ<ー>伸びやすかったりとかさ<ー>伸びづらかったりするじゃん新しい人とか<ー>さ<ー>でも TikTok でさ新しい人ほど伸びやすいっていうかさん<ー>なんか他のプラットフォームで比べてもそういう側面があるからなんかアーティストを のの使いい方としてはすごい重要なのかなか俺は勝手に思ってたんだけど確かに確かにそんな感じだよねなんか最近のちょっと自分が思った面白い話してぜなんかそれこそインスタもツイッターもティックトックもそうなんですけど結局すべてアルゴリズムが YouTube とかも含めてアルゴリズムがすごい大事でどれだけその うまくアルゴリズムに引っかかって多くの人に見てもらえるかみたいな。でも多分アーティストとかは結構アルゴリズムが嫌いな人が多いと思うんですよ。もちろんそれに救われて僕とかは本当にそれに救われてるからあれですけどでも正直話言うと自分もあんまり気にしたくないみたいな。これめっちゃいい曲できたみたいな。 あの出してみたらアルゴリズムに引っかかんなくてあんまり人の耳に届かず全然伸びなかったみたいなのもあるしまあ逆に言うと微妙だなみたいな出してみたけどアルゴリズムに引っかかって伸びたみたいない多分今後アーティストとかはもっとアルゴリズムが嫌いになると思うんですよあんまり考えたくないみたいなそれこそ多分レーベルとかに入ってる人たちはもうどれだけそうやっても動画はもう。 数出して、いはい感じても、もっと出せ、もっと出せみたいな。<laughs> そん<う>な <ね S 1> こと考えたくないから、作りたいみたいな人が増えてくると、今も多分いると思うんですよ。で、それで今後もっと来るだろうなって思っている自分が思うプラットフォームは、ディスコードっていうプラットフォーム。あー、わかるディスコード最近、それをちょっと見てて、自分もうまく使いこなせてないし、ちょっといろいろわかんないけど、いろいろ調べてみたんですよ。ののアーティストがどう使えるかみたいな。 で、それこそディスコードってアルゴリズムがないらしいんですよ、へ、えー、そうなんだ。だから、もうそれこそ自分のファンベースをうまく作って、はい、そこでもうこうやってコミュニケーションをちゃんと取れて、<ー>コミュニティが作れてみたいな。で、やっぱり結構自分含め、そういうものを求めてるアーティストって多分たくさんいると思うんですよ。そうだね。だから、まあ、そういうプラットフォームとか、うんうん、そういうコミュニケーションどうやって取れるかとか、ファンと一緒に聞いてくれてるリスナーの人たちとかに、うんうん、みたいな。 そういういのもっとくるのかなみたいなふうにちょっと最近は考えててはいはいはい、えー、でも面白いね面白いねえ結構面白いねあだから要はそのなん自分のファンをつけたらディスコードに入ってもらってそ,、ね、そこでファンとのコミュニケーションを取るってことだよねそうですねもう分かりやすくすると LINE のグループチャットみたいなはい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 でも LINE のグループチャットでもいろいろできるみたいなそ、ね、例えばそれこそいろんなルーム作れるんですよ。うそうそうそ、ん、う リリース情報だったりとか、あ<ー>まあそれこそただみんなで話そうよみたいな、ボイスチャットのあれがあったりとか、いろいろできたりとか、うんうん、それこそディスコードって、なんか今、フリースタイルとか、サイファーの ルームとかサーバーとかがあってそれこそ24時間ずっとビートが流れてて<ば>そのルームに入ってマイクつけて自分でフリースタイルしてみたいなやばみんなそこに入って交互にこうやってフリースタイルできるみたいなへえ<ー>俺フリースタイルできたら絶対入ってるみたいな <laughs> えでもそれやばいね,うやばいねそういうチャンネルがあったりするんだそういうのもあったりとかそれこそいろんなことができるから、うん、今後そういうやっぱりコミュニティ性みたいなものもも,もっと大事になってくるのかなみたいな思うからう確かに確かに そういうプラットフォームももっとくるのかなみたいなふうにちょっと考えてたはいはいはいおおなるほどねわでもそれ結構ちょっと面白いな音楽の業界でディスコードの話初めて聞いたかもしれないあ本当ですかでもそれこそスターキッズのとかディスコードを通して曲作ったりとかえそうなんだあのニート東京で確かベノニが話してたかなあそれ見てないかもしれないんか何かあ国って曲とかタヒチとベノニが確かディスコードで曲作ったみたいな ふううななな話を見たたよ気がるももしししかから間違ってれいでもそういう使い方とかできたりとかもうあったりとかだから結構面白いおもろいねあ、そうなんだでもやっぱり面白そうだねそれ考えたりしてんのベイビーナビも個人的にそういうの使いたいなとかいやもうちょっといろいろ分かったりとかそれこそ自分も現時点だったらもっとどれだけソーシャルメディアとか使ったりとかもっといい楽器を作っていっぱい出して。 いいっぱいたくさん聴いてくれる人を増やさないとなみたいな思ってて自分のアーティストとして好きになってくれる人をもっと増やさないとなと思っててなんかそれこそ TikTok でそのピンクスイートとかそのチェリーのリメイクだったりとかがいろいろバズって知ったんですけど曲のファンをつけることってわりかしそこまでまあなんていうんですかねあの難しいですけど難しいですけどまだなんか。 チャンスがあるというか曲にファンをつけることはすごい、まあ、まだいけるところなんですけどうん、うん、アーティストとしてのファンをつけるっていうことがめちゃめちゃ難しくてそれこそ自分が思ってたのは出して曲がバーってバズったら、はい、みんなその自分のことにもっと興味湧いてもっとチェックしてくれるかなって思ったら、うん、意外とそうでもなくてその曲単体を聞いてくれるけども他は別にそこまで聞いてくれなかったりとか。 なるほどねそれこそそれも多分 TikTok の独特なバズり方なのかななそうかもね他のプラットフォームとはちょっと違うバズり方いな,なるほどなって思うけど、うん、難しいな,いな。難しいよね。<laughs> いなんかそういうなんか多分さっきもさ言ってたけどさ、うん、やっぱアーティストはただ曲作りたいとかさ、うん、何かを作り出したいっていうなんていうの意識で作ってるわけだけどやっぱやっぱ。やっぱ アーティストがいっぱいいる世の中で、うん、いろんな人が曲を出して,ていろんな人が作っててやっぱいろんな人がもう作れる時代じゃん音楽をさその中でやっぱりなんかどうしたら目立てるのかなとかそういうのもやっぱ考えがちだけどやっぱそういうのも考えたくない人とかも結構いると思うからそういうのはね苦悩なのかもしれないよねうん、うん、それでやっぱアーティストを知ってもらうっていう、まあ、アーティストとしてはねやっぱ曲も自分の一部だからやっぱ自分をもっと信じ知ってもらえれば多分曲の深みとかも変わってくるだろうし曲の聴き方も多分変わってくると思うし なんか俺個人的にはさ、曲聴いててさ、うん、なんか、その曲が好きだったら、そのアーティストも結構、さらに好きになって、でアーティストもさらに好きになったら、結構曲も好きになるみたいな、さらに好きになるみたいな、はいはい、なんかそういう連鎖があるのかなって思うから。そう思いますね、でも、ね、多分それこそそれは音楽の聴き方がもしかしたら違うのかもしれないです。<ー>例えば TikTok だったら、<ん>その15秒の音源がバズっているみたいな。うん、なるほどね だからその音源のその部分が好きだから曲を聴きに来てるみたいなはいはいはい、はい、でそれを聴いてあこういう曲だったんだへえで多分終わっちゃうんだと思うんですよねああそういうことかだからそこからさらにじゃあ他の曲も聴いてみようみたいなふうになる人がもしかしたら少ないのかもしれないしそういうことかなるほどねちょっとわかんないですね難しいよねそれこそもしかしたらいい曲だとは思っていないけど、うん、TikTok とかで使いやすいなって思って あの使っていいいるる人かもしれな例えば女の子だったら別にこんな曲好きじゃないけど,どここの部分かわいいから使ってみようみたいな感じで使っている子もいるかもしれないし確かにねだからもうみんなどういう聴き方をしてるかっていうのも正直自分でもわからないし難しいもそうだよね確かにな,なんか俺的にはさやっぱなんかこうポッドキャストやっててそこが俺の中では大きくてやっぱアーティストのリアルを知ってもらいたいっていうのが俺の中ではすごい大事に してるんだよねこれやってる時とかもはいそうだからねもっとねぜひこれを見てる人はぜひねちゃんと曲とかもねチェックしてほしいしね, <laughs> イ,ンスねインスタグラムとかもそうだしティクトクもそうだし YouTube もそうだし曲自体プラットフォームでもねいろいろ出してるしそ,、ね、それ精力的にね今も結構曲も作ったりとか、まあ、結構フューチャーの曲とかも出してたもんね最近ね最近もう100円やりすぎて今一旦ストップしてて <laughs> あそうなんだ <laughs> 一旦ストップして、えーはい、とりあえず今アルバム作ってておね<ー>、<で>やばいね いろんなやばい人入ってもらってるからおおやばいね正義 <laughs> チェックやね。そうなんだそれいつぐらいに出るとかは決めてんのはまだ決めてなくて、うん、まあそれこそまああの何、ー、ていうんですかねどこから配信するかとか、はいろいろそういうめんどくさい話もありますけど、うん、まあそうねまあそれとはまた別でまだその完成がまだしていないまだ多分自分的には10曲ぐらいは入れたいなみたいなふうに思ってるけど、うん、まだ6曲ぐらいが 完成しているみたいな感じ。あと四曲ぐらいを、うん、まあイメージはできてるけど、こういう感じで作ってこういう流れにして、うん、PV ももう作っているから。おおそうなんだ。おお。ちょっといい感じのものを、いい感じの作品を勝手出せたらめっちゃいい,なみたいな。そうだね。なるほどね。うわあ超楽しみだなそれ。<laughs> 超楽しみマジで。い絶対聞くわ。そうなんだ。えちなみにさ、まあそうさっきまあ客演なの人も言てたけど、うん、結構さ俺。 あのイビーナビーの曲とかも聴いててさ結構さ歌がめっちゃ上手やんいやありがとうございますそ<う> <laughs> ライブとかもエグいんよいや、みんな見たことある方いると思うんだけど <laughs> マジエグいんよびっくりするぐらい声もすごいし通るし綺麗だしうまいしみたいな え、これってさ、<laughs> いや、マジで、これ、これ、マジで、だい今、<laughs> ライブ、バチクソう見えなみたいな、忍 <laughs> びフェスティバルの時とかもさ、<laughs> すごくて、僕、衝撃食らったんだけど、宴の時もそうだったけど、<laughs> ありがとうございますえ、あれ、昔からやってたのは、えっ、ー、と、自分のお母さんと、昔、うん、小学校入るちょっと前ぐらいから、教会に行ってて、で、お母さんがその、その、教会のクワイアで、うん 歌ってて賛美歌とかで自分もそれに入って歌ってみたいな感じではしてたっす、ねはい、けど,なるほど、ね、それ以外は特にしていなかった特にボイトレとかももうしていないっすね高校の時にバンドみたいな感じで友達とかって組んであのワンオーク好きなんですけどワンオークの 曲を買って歌って文化祭でカバーしようよみたいなのはやったりとかはしたんですけど、うん、それ以外はやってないですねええー、そうなんだ、うん、すげえな人からとかはやってましたね <laughs> 一人,人,一人あ、一人からあ,かあ <laughs> なるほどね <laughs> そ,うそういうことか自分大学入る一年あ前の1年間高校卒業してから1年浪人してたんですけど、うん、なんか気分転換によく一人カラオケ行ってそれ、えー、それもワンオーク めっちゃ好きだった。今も好きだけど、めっちゃ好きだからもうひたすらワンオクの曲だけみたいな。ああ、そういうこと <laughs> ワンオクの曲だけを歌って <laughs>。すごい？え、すごいね。で、それこそどれだけ自分、その,もうあの,そのタカさんの声がもうマジで好きだから、その例えばこの歌い方はここで拳を入れてんのかみたいなのとかをこうやって練習したりとか、<ー>透き通る声どうやって出せんだろうなみたいな感じで。 練習しししたたりはしてましたそうなんだでもでそこから、まあ、自分なりの歌い方をこうやって作ってはい、はい、って感じではしてるっすけどへ<ー>ボイトレとかはしたことないですねだから出演し,してみたいんですよねもっと声出せるようになりたいなって思ったりとかもしてるしボイトレしてないのにそれクオリティってちょっとえな。え <laughs> な <laughs> マジでやばえだから独学ってことだよね、はい、だからね<う>いろいろトライアンドエラーでいろいろやってそうだねいろいろ自分でやってみてうまく。 行けるようにしたいなぁみたいいななみ感じでもってでもその頃とか別に音楽始めようと思ってないしあ<ー>単純に趣味でやってただけだったので。<ー>って感じです。やべえな。<Yeah. S 1> そうなんだ。やばえちなみにさちょっとちょっと戻るんだけどうん、うん、あの一回言うと俺アメリカに6年間行ってたんだよね、うん、だから、まあ、英語喋れるんだけど、うん、そこで俺も俺クリスチャンなの。うんうん、で俺教会、まあ、最近はもう行ってないんだけどアメリカ行るときちょっといっ ブラックチャーチとかも行っててあの人たちってえぐいよはあ、はあ、教会でさなんていうの歌とか楽器とか、うん、音楽っていう文化を勉強するわけよそういう場所であれってめっちゃ独特の文化じゃない独特ですねしかもそれこそ今あのそのブラックな感じのチャーチに行ってたとか言、はあ、ってたじゃないですか、うん、俺は逆にそのアジア系だったああそうなんだ全然多分ノリが違う違うと思う多分 俺のま勝手に思っていることだけどこういう感じだよね。そういう感じ、こういう感じでダーみたいな。こういう感じ。すごいね、しかもめっちゃアドリブするしみたいな。そうそうそう。そう。おおみたいな。で、あの、なんていうの、ドラマとかも、あのなんていうの、ドラマとかもそうだし、あと、楽器の人とかも、マジその場で曲作るみたいな。はいはいもうジャズだよ。そう、ジャズだよ。ほんとジャズだよ。そう、そう、教会がジャズだよ。しかも、サーモンっていって、要はその日曜日入るじゃん。はいはいそそのの時に、時に。 2時間ぐらいあるんだけど1時間半ぐらい歌うのさ <laughs> <laughs> いやずっと歌ってずっとダンスして「Praise the Lord!」みたいな感じでしかもそういうパスタとかも、うん、なんか最後の方になってくると盛り上がりすぎて次曲がバーン流れてきてでその牧師さんの言葉が。 歌みた,いになるみたいな、るみたああ<ー>、あららららーみたいな、うん、イン踏み始めるみたいな、そそ <laughs> <laughs> そうそうそう,そうすごいんだよね、あの文化。そうだから、多分ブラックのミュージシャンってそういう人たちが、うん、多分いっぱいいるたりとか、っ歌うまいやん。うん、あれも多分クワイアとかさ、そうで多分培ったものだと思うんだよね。だからそれは俺の中でめっちゃおもろいから、か小学校の頃、多分そういうのもあったのかなって俺はちょっと思って、ああ、なるほど。うちのチャーチはそんな感じだな、ね。あちょっと違うかちょっと違う感じ。ああ、そうなんだ。そそれこそ なんていうこういう感じが結構ちゃんとしてる静かに決まれたようにしてたいであっなるほどね。ああってであの賛美3が歌ってそれこそ自分が歌ったその入ったコアやはクリスマスとかにハレルヤクリスマスじゃないか違うまあでもハレルヤ歌ったりとかいろんな曲歌ったりとかするみたいなそういう チャンスはあったけともとの普通のそのサーモンの時に一時間経ってるとかない。そうかそうか。ちょっと違うねじゃあね。ブラックチャージはちょっとあれはちょっと特徴的やわ。まあでもそれこそそれに近いノリだったら自分がそのブルックリン、ニューヨーク住んでて、ブルックリン住んでたんですけど、ウィリアムズバーグっていう場所に住んでて、その自分が住んでた地域の周りがそれこそ僕野球もやってて、それのリトルリーグ。あリーグが。みたいなそうそうそう。 それがもう俺以外全員ヒスパニックか黒人かみたいな<ー>だからそういう地域だはいはいそれこそ本当にもうヒスパニックか、うん、えっとあえっ、ー、と黒人の人だけ俺だけポツンと、ね、アジア人みたいなそうだったんだそんな感じだったんです、うん、そっちの人のノリとかは、まあ、それこそ公園で音楽流してみんなでこうやって踊ったりとかそうだよねそれこそあのなんていうんですかね あのティーネイジャーとかはみんなビート流してフリースタイルやってたりとかスケボーやったりとか、まあ、そういう文化とかはそれにちょっと近いかな,いな。近いね。ノリが。いやでもそうだと思う、うん、そうだと思う。えいつまで住んでたんだっけ俺は12歳。十二歳か。じゃあもう子供え日本に来た時は日本語喋れたはまあ喋れたけどうまくはないなみたいな。 ななんだろうな日常会話もまあできるみたいな。はいはい、だから親とのコミュニケーションはずっと日本語だったみたいな。なるほどね、けどまあそれこそ友達との話し方とかもまあ日本に来てからいろいろ友達から話して学んだとかそれこそ本当に言葉とかもやっぱりボキャベラリーも限られてたからあこれなんだっけカタカナで言ってもあみたいな。 なるよね。でもそれででちょっとずつうまくも読み書きとかはマジでもう勉強しなかったからああそっか。え大学とか大変じゃない大学英語だけなんで。あ英語の大学行ってんのそう、上智行ってるから。上智だ。だからもう英語しかない。中学全部英語だから。ああ、なるほどね。読み書き無理よね、漢字とか。中高が日本語のの普通 中学が、えー、と普通の公立行って、はい、高校私立行ったんだけど、うん、日本語の授業で普通に日本語で受けて日本語で読み書きして、うん、テストみたいな、まあ、無理無理無理みたいなそうだよねそうだよね <laughs>、うん、で12歳までだって日本語の基本を勉強しなきゃいけないもんね、うん、読み書きとかねうわしかもめっちゃその自分的に後悔してるのが、はい、その中学の時公立の行ってて、はいうん、まで公立で自分だけポツンとその帰国子女 ってていうが来て周りから見たら「まあ帰国,し帰国生だしね」みたいなうん、うん、ずっと向こう住んでたしできなくて当たり前だよみたいなあ<ー>で俺もそうだそうだみたいななりで <laughs> 何もやんなかったでああそういうことか高校は自分はあの帰国生入試みたいなあはいはいそれで入って、うん、でその他にもそういう帰国生がいっぱいいたんだけどうん、うん、みんなバカみたいに頭いいのねで、えー、英語はもう俺よりもできて それでも当たり前みたいな。で、さらに日本語もできてめっちゃ頭いいみたいな子たちばっかりだったんで、もう俺は英語もその子たちよりもその子たちがちゃんと勉強してるし、俺も勉強してないから、英語できるしみたいな感じで入ったから。で、俺、英語俺のが下だし、日本語もダントツ下だしみたいな。えみたいな。俺なんもやばいや。やばいや、みたいな。 やっってこなかった俺が悪いなみたいな感じでっあ思ったけどあ<ー>まあなんとか卒業もできてるあまあジョージっていうからさまあ最後はね最後はね,はねいいやろで、ね、今はもう、えー、しかもね曲アーティストしてるから <laughs> いいんだよそれはも、ま、う、あ、いいんだよいいんだよえだってさえだってそういう曲の人なんてさ、うん ヘイト食らったら怖いんだけど、多分金持ちやん、親が。まあ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 すげえちゃんと教育されてきてたと思うんだよ。ほとんどの記憶、スチって。だから、気にしなくていいんじゃないまあ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 。プラスに取れていこう。プラスに。プラスに。プラスにしていくから。そうそうそう。やばいね。そうかそっか。まあ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 、そうね。そういう感じやで。そっか。 <laughs> えちなみにさ結構にあのアメリカ恋しいとか思わないあ思うねでも俺ずっとそれこそ中高も野球やっててはい、はい、中学はそれこそボーイズリーグっていう公式野球中学校の普通の公立の中学だと軟式野球なんだけどそうだね。公式野球やっててクラブチーええー、すごで、だからそれこそも土日は野球、はい、週一、に平日も練習あっていで、夏休みとか冬休みとかそういう休み、うん、バケーションがもうな,な,ない感じ だったからずっと行けなくてで大学入る前に行こうかなって思ったけど結局タイミング逃して行けなくてでコロナでも行けなくなってだよねだからもうずっと行ってないんですよね12歳で帰ってきてからずっと日本にしかいないからそうなんだ逆にアメリカの友達が遊びに来て遊びに来てよみたいな DM して一緒に会おうよみたいなご飯行こうみたいな感じでご飯行って。 だとかあー逆にねあそういう感じなんだへえー、そっかえっ何が一番恋しいアメリカの中でこれが一番恋しいなとかあるまあそれこそなんだろうなまあでもそのその自分が育ったその町のそのノリっていうものは、うん、やっぱり恋しいなみたいな、ねうん、まあそれこそもう夏とかになるとみんな、うん こうやって来て、車、こうやって来て、ドアも全開に開けて、爆音で音楽ん流しながら、バーベキューしてみたいな。それこそ日本って全然バスケのコートがないよね。ないじゃん。で、向こうだともう、めっちゃあるから、どこの公園にもあるもんね。だから俺も別にバスケ習ってたわけじゃないけど、友達と一緒に遊びでやったりとかしてたから、ある程度できる感じで。だから普通に そういうのとかも日本帰ってきてからやりたいなと思ったら全然コートなくてうそうだよねだし、まあ、そういうのもあれだし友達のお母さんがこうやってめっちゃスパニッシュのフードでエンパナーダって、うん、ああわかるわかるわかるあの焼き餃子じゃないけどうん、うん、そういう感じの食べ物をこうやって持ってきてみんなにこうやって配ったりとか 夏になるとアイスクリーム持ったっ,っ,ったおさかが、うんね、そういうやっぱりなそういうちっちゃいことがすごいなんかあ恋しいなみたいなんなんかラフな感じじゃないけど<ー>日本だったらないなみたいな感じなものが結構恋しいなって感じでも逆に俺はその日本の何ていうんですかねちゃんとしている部分っていうものがすごい生活しやすいから俺は結構日本は好き好きなんだ、えー、日本のどういうところが好き うーんまあ、すごい行きやすいなみたいな,<ー>なんか何も気にしなくていいそれこそこの道歩いたら危ないなみたいなものも<う>別にもうほ,ほぼ全く何も考えないしない、ね、に特に東京だったら、うん、まあ外れない限り、うん、<laughs> 普通に誰は別にそこまで考えることも何もないしそ,、ね、それこそちょっと席外したいなと思っても荷物も置いちゃうし別にとか、まあ、そういうすごい安全な部分だったりとか、うん、まあそれこそ <laughs>。 電車がちゃんと時間通りるし確かに人もちゃんと時間通りにほとんどるしみたいななんかそういうそういうちっちゃい部分だけどそういう日本のちゃんとしている部分ってまあいいところでもあり悪いところでもあるけどまあ自分は結構スコアマスキスはいなるほどねそうかそうかバランスバランスだよねなんかきちきちすぎるのもきついけどさルーズすぎるのもきついやんとかさまあ 安全なのはいつもいいけどさ。でもそれで部屋ぼボケするのも怖いし。これはバランスだから。しょうがないけど。だからいろんな国を知ってるとね、絶対プレスになるよね。そっかそっか。なるほどな。ちなみにさ、ちょっと変わっちゃうんだけどさ、マットキャブとチェリーのリミックスをしたい、イで彼ってアメリカの方でしょそうサンフランシスコ。サンフランシスコなんだ。だった気がする。確か。 間違ってたる。いえそうなんだでもそれこそ大学の先輩なんですよねあそうなのジョージあそうだったんだえどういうふうなさあの経緯で知り合ったのはえっ、ー、ともともとそのあの今俺アーティストとしては事務所入ってないんだけど<い>作家として事務所に入ってて作家契約みたいな,な、ね、楽曲提供だったりとかトップライン、えー メ,えー、メロディーとそのリリックみたいなの提供するみたいなので仕事をいろいろもらっている事務所があってあ、うんうん、そこに一応入ってて、はいうん、でマットさんが同じところであそうだったんだであの自分がまあちょうどそこに関わり始めた時にそのあのあ昔前にそのあのあスターベースっていう事務所なんだけどうん、うん、スターベースに入ってたよしっていう、うん、今18とかかなえあのヨシそうよし YOSHI のあのめっちゃあーみたいなそうそうそうあの子の,あのアルバムを作るみたいな感じで<ー>違うのアルバム作る前だあのパナソニックの CM になった、うん、あのボイスっていう楽曲があってはい、はい、それを作るこういう楽曲をあの作るんだよね、うん、で手伝ってみたいな感じで 入って初めてマットさんに会って,、ね、てそういう感じなんだ確かに俺もマットギャベさんはよしうんでし知ったのかな感じだと思うそうだったんだえそ,んそっからじゃあいろんな一緒にいろんなプロジェクトやったりとかもしるのだから、まあ、それこそいろんなアーティストの提供曲だったりとか、うん、自分も一曲「ひまわり」っていうバラード曲があってそれもマットさん がピアノを弾いてくれた。もともとそれも提供するつもりだったんだけど、なくなったからいい曲だから自分のにしようと思って。だったりとか。はい。マットさんとはそれで知り合って、そこからずっとコ付き合いがあるえそうなんだ。いいね。えもいい人そう。なんか YouTube とか俺も見たりとかしてて、なんか、ミヤチをさ、 サンプリングで作るみたいなのすげえなみたいなでもなんかめっちゃいい人だったじゃん YouTube から見た感じだったねだからすごいめっちゃいい人なんだろうなって俺勝手に思ってためっちゃいい人だしもう天才だね天才だよねがいやしかも早いめっちゃそうなんだめっちゃ面白い話なんだけど俺がちょうどマットさんとスタジオいたんですよでその時にタイムリーで何のあれだっけ ウィル・スミスがあの、ビンタしたやああ、わかる、あれわかるよ、アカデミーのね。あれが流れてたんで、俺のインスタとかこうやって、それしか流れてないじゃん。いそういう時あるよね。で、やばーみたいな。で、マットさんもいて、やばくないですかみたいな。見せたら、やばーみたいな。アモメキテスのソングとか言って、このこのスラップマジビジトンできる人みたいな感じで言って、笑って終わったんですよ。その日、家帰って、夜、 って見たら、うん、もう作いいすごいね。仕すごい<っ>。うん、その日にバッてやってバッてティックトックなもうやばみたいな。もうその日かその次の日ぐらいにもう,も,うもう上がってて。<laughs> <た> <laughs> もう発想も天才いねやばみたいな感じだった。バリ早いじゃん。 大体でこうなんかちょっと考えちゃったりするもんね。そそそう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 も,もうすげえもうなんか息をするようにできるんだろうね。た、うんうん、多分こうやって街中で聞こえる音とか日常生活で聞こえる音が多分その曲にできるそのサンプリングのマテリアルと見えると思うんです、ね。そういうふうに生活してるのかね。かんない,ねいやーもうちょっと違うレベルだそれは。確かに <laughs> や。やばいよね。やば。<laughs> そっか。 えちなみにさっきさ作詞活動とか作曲するって言ってたけどさ今も結構精力的にその活動はしてるの最近は結構忙しくてなかなか仕事蹴っちゃってるんだけどあーそうなんだでもこの前また、えー、っともう一個完成したのが「うん、あの二時三時」っていう、はい、VTuber のグループみたいな、うん、でその楽曲ですかねへえー、すごいなって感じです、ね、ああそうなんだ そういういの結構楽しいやっぱ作曲とか作詞とかそうっすね楽しいっす、ねえー、なんか新鮮な感覚で、はい、なんか結構自分が詰まっている時に、うん、あの役立ってくれるっていうかうん、うん、難しいけど例えばうん、うん、自分の曲作るってなると結構考えちゃうんですよ俺って何が今伝えたいかなとか、うん、俺って何を思っているのかなみたいな、はい なんか自然とも,もちろん書ける時もあるけど詰まっちゃう時って結構さらに自分考えちゃうけど,けど例えば他人の曲だったら俺が何考えてるじゃなくて向こうだったらこういうこと歌えそうだなとかこういう,う,いう,いう,う,いう曲だな,なこういう曲調だなこういうリリックだなみたいなのを見てその人の視点から考えられるからなんか自分の曲じゃないのを作る時って結構面白いです。そそれこそ 自分がもう作らない超ポップな曲とかもうアイドルの曲だったりとか、うん、そういうのも作るのもなんか,なんかそれこそただ単にパッて作るんじゃなくて、うん、いろんなアイドルの曲を聴いて、はい、あこういう感じの曲調なのか、うん、こういうメロディなのかみたいな感じでうん、うん、なんていうんですかね吸収できるというかうん、うん、普段自分からなんか「うんうん、I wouldn't go out of my way」<Right, right. S 1> だけどなんか 仕事だから聞いてみよう、うん、っていうことで聞いてみて実際に吸収できるものもあるしそうだよねそうか,か仕事だからコスト吸収できることは絶対あるもんねだからなんか,か仕事という名ののんかまあいい感じのなんか自分的には趣味としても思っているし、ね、ああインプットにもなるし<う>趣味にもなるしえちなみにさちょっと答えなかった答えできなかったらいいんだけど、うん、わこれ作りたくなかったなみたいな曲あったとかする昔でも仕事だからやんなきゃいけねえなーみたいなと <laughs> <事>か <laughs> これかみたいないやーでもそれこそ最初は名前覚えてないんだけど <laughs>、うん、女の子のアイドル、うんうん、アイドルなのかな分かんないな、うん、けど誰かの曲、うん、忘れちったんだけど結局それなくなったんだけど、うん、作ってみようみたいな、うんうん、でなんか恋愛の曲作ろっかみたいなでなんかそれ初めてだったんですよそ自分の曲じゃないだから 何歌ってんだろう俺みたいな <laughs> なんか「Hey boy」みたいな感じなの歌っててなんか, <laughs> なんか今だった今だった,だったまあまあこれはこの女の子の仕事としてこうやってだからまあそれこそ自分結構楽しいんですよそれこそあのかほちゃんって女の子がいてその子の「ガールストークっていう曲があってそれとかはその当時その 付き合ってた彼女にいろいろかって言われたこととかを思い出して <laughs> あこういうこと言われてるから多分女の子ってこういうこと思ってるだろうなとか、ね、<laughs> だからそのこうやって「え女の子って彼氏に対してこう思ったりしてる」とか「うんうん、あ分かる分かる分かる」とかいう話をして「あ,<ー>あなるほどね」みたいなでなんか自分でなんかあの、まあ、某有名なその女の人の。うん 歌詞をこうやって見てどういうのが女心なんだろうなみたいなのをこうやって見て<ー> <laughs> なんか自分の恋愛の勉強にもなったって <laughs> それは確かにプラステよね。あここすれば彼女喜ぶだろうなみたいな <laughs> <laughs> とか,とかそういうのを考えたりとかできて結構自分的には楽しいから当時は初めて最初にそれだったから <laughs>、うん、え何やってんのこれみたいな何やってん なんかもうちょっと女の子にわかりやすく女の子っぽく歌ってとか「うん、えー、どういうこと?」みたいな「ポン、うん」みたいなあれあ,あ, <laughs> あそっかでもあれ <laughs>。 <laughs> そっか、マジ自分で歌ってでも送んなきゃいけないからってことだよね。でなんかガイドボーカルみたいな。<laughs> そっかだからまず、うん、なるべく本人に寄せるように歌うみたいな感じなのわかります。わかるわかる。だから女の子だから、うん、女の子っぽくやってみたいな。うん、だから声も無駄に高くして。<laughs> <laughs> なんか いやー、ヘイぽいみたいな <laughs> 何見てんのみたいな感じの <laughs> いやなんかいやこんなんじゃないでしょみたいなこれやりすぎっしょみたいないや、そんぐらいでいいよみたいな言われてそうなんだなんか言われてみたいな <laughs> やばいねですけどまあ、まあ、別に後悔はしてないけど最初にやった時には <laughs>、まあ え、何やってんだろうみたいなふうに思ったって感じ。<laughs> <それか笑>いや、それは面白いね。<laughs> そっか、確かにそは独特かもしれないな。うん、そうだね。しかもそれ、真面目なきゃいけないじゃんいいういうい。いきなりそれがってから。<laughs> か分かんなかったね。<laughs> 今ならわかるか。そっか。な <laughs> それおもろいな。<laughs> なるほどね。やば。<laughs> <laughs> え、結構アイドルとか女の子を曲することが多いいや、えっ、ー、と、<coughs> そんなことは特に。 なな、いか一応そのちょっと待ってそのインスタのこのワークスっていうハイライトを一応作っててるので例えばヨシカホ竹内結斗くんカホとケンヤし、本当だ秀春さん竹内結斗くんカホとヨシさん これはあのー、えっ、ー、とー D リーグの家、うん、畑さんのチームのそのロイヤルブラッツってのグループに提供え<ー>すごいなうん,んゆいとくんとこれこそ翔理くんあはい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 ケイチゅうゆいとくんカホヨシカホヨシこれはあやみんちゃんはいはいはい客だったりとかロイくんう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 ん これはあのレジットっていうそれもう一つ D リーグのああそうなんだ今星さんの曲もちょっとだけわかせてこれがその2時3時っていうあははいい曲なんだあとはリリカルスクールって女の子のそのラップしているアイドルみたいなえそうなんんだだいるグループではははいいい面白いえそっかいろんなねなんかいろんな 仕事それこそコンペティションとかにも出したりとかはいはいはい、はい、そうなんだへえ,ー、えちなみにさこの人の曲の歌詞提供したいなとか、まあ、曲提供してみたいなって思う人いたりするうーんこの人なんか俺アイドルグループっすけど二、うん、自由な曲めっちゃ作りたいなおたあはいはいわかるわかる <laughs> えでもなんかよさそうだよねでもねで 前にするこそライク君と作んねえみたいな、うん、あもうなんかコンペがあってはい、はい、出してみねーみたいな感じで出したっすけど結局答えはまだ来てないっすね多分ダメだったのかなって感じっすけどはは結構いい感じにできたんですよ、ね、そうなんだ <laughs> えー、うわそっか二次優ね二次優とか作ってみたいっすね確かにねっていうふうに別にうんそうだね思っている感じっす、ね、ははそうなんだなるほどなもっとといろんな人と一緒に、うん やったりとか、うん、セッションとかじゃなくてもうん、うん、あセッションじゃない出さなくてもいいけどセッションしたりとかやりたいっすね。えー、わー、ちょっとこれからのね、なんか分かんないよ。ね、もしなんか、ぜひぜひ、ね<非>、ぜひ、連絡てぜひ、ぜひ、でもあと普通にねあのぜひ、ぜのねひ、ぜひ、とかからいろんなぜひ、でも見ると思うしぜひ、うん、ねちょっと、これからね、いろいろ見てみたいと思いますけどね、<laughs> そっか、えでもそれこそさ、俺、この間、あの、<laughs> ストーリーでさ、 うんうん、あのベイビー鍋シーダさん,うん、うん、とのスタジオにいたのかななんか見たんだけどそれこそ自分の次のアルバムで、はい、シーダさんにそういおいしいなって思ってて一、ね、曲その入ってほしいこれなんかこれをそのシーダさんのこのちょっと寒い感じで入ったらめっちゃかっこいい曲になるなっていうのが思ったのがあって、うん、それにこうやってお願いしたら。 おお、やろうよ、みたいな感じ。おお、やばいね。で、スタジオ一緒に入って、使うわ。あそういうアルバム入ったら最高やね。楽しみやね。いや、僕もめっちゃ、これ出すのがすごい楽しみで。アルバム、こうやっていろいろ曲出して、出してじゃなく曲作ってて、もう完成しているのもあるけど、その中でも一番、そのクオリティがバッて詰まってるな、みたいな。うー思っているから、今のところ。傑作や。ちょっとめっちゃ楽しみっすね。へー a j k u n のアルバムは結構いろんなラッパーさんとかも結構めっちゃヒップホップみたいな。いや、そう,う,もそうでもないですね。ね多分シーダさんとかだと思いますね。えー、で、他は今のところ決まってもう曲ができてるのは Foo28、うん、くん。Foo28 <Who>。あのー、えっ、ー、と、結構ロックっぽい感じのノリで曲を書いてる。えー、めっちゃかっこいい。Foo28、はい、くんも自分めっちゃもう昔からもうそれこそ3年前。 とかからいろいろクラブとか行き始めていろ、うん、んな人のライブとか見てめっちゃかっこいいなって思ってずっとファンだった人で,、えー、で最近そうやって曲作れることになってめっちゃいい感じで楽しみやねまあちょっとそういう豪華な客演もあれってことでこれからねもっといろんな精力的な活動していくと思うしねチェックしてるチェックチェ一個 <laughs> シングルも出すく曲って言ったらそれともアルバムでバズる感じ 何かは出そうみたいなふうに思っていてはい、はい、何曲か出してもありかもなみた、うん、いなふうに思っているからる、ね、ちょっと、まあ、そこは考えながら今後やっていくるって感じだねなるほどじゃあてことなんでねぜひねこれからのまあベイービナベビ君の活躍とかもねみんなチェックしてもらってまあこれからもねぜひぜひ注目していろいろチェックしてあの概要欄にねいろんなもの貼っておくんで、まあ、YouTube まあインスタグラムまあちょっと後で聞いて貼 <laughs> っといて ティックタックとかわかんないけど貼っとくんでぜひぜひチェックしてくれたらな嬉しいなと思いますのでねこれからも頑張ってくださいと,いとありがとうございます,すということで今日はありがとうございましたありがとうございましたではまた次のエピソードでお会いしましょう Peace! バイバーイバイバーイ俺 Peace やってるけどでも全然バイバイでも Peace! <ー> <laughs> ありがとういいえこちらこそありがとうございます,あ,すありがとうございます <laughs> 楽しかった